今年とある演劇人で朗読家がミニプラ作りの動画を始めた。アバタロー戦隊ドンブラザーズのドン鬼退陣シリーズである。今回は第4弾鬼シスターロボ太郎を作っていく。それでは始まり、まずは箱を開けてパーツを取り出す。そして箱を切り出して設計図を開く。袋をビリビリに開けていく。朗読家は驚いた。シールが2枚も入っているのだ。こんなこと初めてであった。黄色いパーツ、さすがイエローだ。銀色のパーツと黒色のパーツを並べていく。こうすることでどこに何のパーツがあるのかが分かりやすくなる。それでは組み立て開始。対象年齢3歳以上のプラモデルはニッパーなどを使わなくても手でもぎもぎとパーツを取ることができる。そして早速シールをつけていく。カッターの背の方にシールを乗せる。こうすることで接着面に余計な油分をつけることなくシールを貼ることができるというわけだ。爪楊枝を使用することによりパーツの凹凸に合わせてシールを密着することができる。はい、続きをやっていきましょう。こうして黙々とパーツをもいでパーツを組み合わせていく。この作業を淡々としていると朗読家はなぜ自分はこんなことをしているんだろうと自問自答をし始めることになった。ちょっと息抜き程度に始めたミニプラ作りの動画だが、思った以上に大変な作業であった。朗読動画の期日も過ぎているというのに、自分は一体何をやっているんだろう。設計図を見てみたら、シールの文字がいっぱいだ。シール、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 シール。もう、わかんねえ。ドンブラザーズの本編並みに、わけがわからなくなってきた。放送前からも思っていたが、アバタロー、ドン、ブラザー、朗読家はむさ苦しい山賊みたいなスーパー戦隊を想像してしまった。後日アバターに桃太郎がモチーフだということを聞いて、これまでにないネーミングだなぁとか、足の長い男性ピンクにちっちゃいブラックにムッキムキなブルーと、なんとも統一性のない並びの戦隊だなぁと、新鮮味のあふれる気持ちで放送を楽しみにしていた。が、もう第1話から戦士たちが変身する前から
わけがわからないストーリーだった。いろいろと裏事情を匂わせるだけたくさん匂わせて、露骨に説明不足のままストーリーがどんどん展開していく。今年のスーパー戦隊はとんでもないものになってしまっていた。アバタロー戦隊ドンブラザーズとは一体何なんだ？そして私は一体何をやっているんだ？ひたすらにシールを貼り続け、貼り続け、貼り続け。一体何をしているんだろう。朗読家は訳がわからなくなってきた。もう訳わかんねえ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 。落ち着けお友達。訳がわからなくなった時は笑え笑え。ふうふきを満たせば落ち着きも取り戻せる。まずは食事にするとしよう。卵はふわとろ、カツ丼イエロー。朗読家は落ち着いて食事を取ることにした。いただきます。お惣菜屋で買ったカツ丼だから卵はふわとろとは言えないが、ものすごくうまかった。さあ行くぞ。さあ作業再開だ。使い切ったシールは捨てる。パーツがなくなったランナーも捨てる。これで少しすっきりした。残るは足のパーツのシール貼りと両肩のパーツのシール貼りだ。これが終われば三つ目のロボ太郎が完成する。足のパーツを無事に取り付けられた。残るは二つ、肩のパーツだ。ここに来て爪楊枝が折れてしまった。しかし朗読家の心は折れない。自分の置かれている状況がどんなに訳がわからなくとも最後までやり抜いてみせる。ついに全パーツが完成した。腕のパーツを取り付けて、そして本体にはめ込む。ついにできた。漫画のマスター鬼シスター。長いシール地獄を乗り越えて朗読家はついに鬼シスターロボ太郎を完成させた。頭と両腕がグリグリと動く。その他の箇所は合体の都合上で固定状態になっている。合体の都合で膝がありえん方向に曲がる。兄貴ーく兄貴ーく兄貴ーく。膝が大変なことになりそうだからやめましょう。桃井太郎様、あなたに忠誠を誓います。お前膝がありえん方向に曲がっているぞ、出直してこい。もうわけわかんね。名乗りをする時のポーズを決めてみた。あ、というわけで最初から最後までもうわけわかんねえでしたが、
オニシスターロボ太郎を作ってみたの動画はこれで終わりです。次回は犬ブラザーロボ太郎を作っていきます。